イメラジオ第1180回、今日は平成30年4月5日木曜日です。時刻は午後5時、横浜港北、春の夕方。今日は一日中曇り空、太陽は見えませんでしたが、暖かな日でしたね。でも太陽が見えない分、昨日と比べたらちょっと寒いかみたいな、けれども上着のいらない、そんなお天気でした。私は桜木町までお出かけして、帰ってきて休んでいたらもうこんな時間、午後5時、夢ラジオの放送です。今日は前場だけマーケット見て、後場はまだマーケットの結果見てませんが、どんな感じだったんでしょうか。この放送が終わったらまた確認しましょう。1180回目、今回は是川銀蔵という人を取り上げます。是川銀蔵、これ銀と呼ばれた人、おじいさんですね。すごかったですよ、この人は。阿閤っていう、兵庫の阿閤に生まれて、そして神戸に移り住んだんですけども、うちが貧乏で家賃が払えずに、もう転々としたそうです。戦前のことですね。戦前と言っても、もう是川さん明治生まれの人ですから、まだ日本は貧乏だった。貧乏は情けない。早く大人になって両親を楽にさせてやりたい。何が何でも金儲けをして、威張り散らしている金持ちを見下してやりたい。銀蔵少年はそう思ったんですね。これかは銀蔵、この名前で通ってますから、夢ラジオでも、これかは銀蔵、あるいはこれ銀と呼ばれました。そう呼んでおきましょう。ただし、もともとは、これかは家に、養子に入ったので、若い頃の名字は違う名字なんですけど、もうめんどくさいので、これかは銀蔵で通しておきます。ロンドンに行きたい。ロンドンで勉強したい。お金のかからないシベリア鉄道経由でロンドンに行こうとしました。が、大連、中国のまで行った時に、第一次世界大戦が勃発したんですね。だからロンドンなんか行けなくなって、けれどちょうど日本軍が多数そこに駐留していて、その軍の伝票、これに四苦八苦してるんですよ、軍人さんが。で、銀蔵は神戸にいた時からでっちにやられて、そこで簿記覚えていましたから、山のような伝票もさっと片付けたんですよ。これはすごい、この少年は使える。ですから軍のそういう食料品調達係、
帝国陸軍ですね、陸軍の食料品調達係を任されるまでになった。結局中国にいたままロンドンには行けず、そういう軍の仕事の手伝いみたいなことをしてはいましたが、日本に帰ってきて、やがて起こった関東大震災、大阪にいたんですよ、銀蔵。トタン板と釘をこの時買い占めました。やっぱこの辺詳細があるんですね。必ずこのトタン板と釘はバラック作る時にいる。大阪にいてトタン板と釘を買い占めて、それが当たって大儲けしました。がこの時は他人の不幸につけ込んで儲けなんか得られないって、まあ明治の人はこんな精神持ってたんですね。儲けたお金を寄付してしまった。それから大阪の図書館に通って資本主義そして経済を徹底的に勉強した。これもすごい。3年ほど図書館に通って勉強したんですね。資本主義とは何か、経済とは何か。マルクス主義も読み漁ったようです。そしてこの資本主義はマルクスが言うような形では崩れない、確信し、資本主義が最も典型的に現れる株式投資に入っていこうとするんですよ。もう昭和になってました。1931年、これかは銀蔵34歳、昭和6年ですね。北浜に出入りするようになりました。100発100中だったようですね。だから直に北浜で噂になったすごい相場師が出てきた。その後朝鮮半島に渡って鉱山経営、製鉄会社まで作りました。やっぱ投資だけでなく実業もやりたかったんですね、コレギンさんは。その鉱山経営そして製鉄会社、従業員1万人を超えるこんな企業に膨れ上がったんですが、大東亜戦争の敗戦によってこれもまあすっからかんになって、やがて日本に帰ってきた後、やっぱり株式投資、実力ありますから、やっぱ何億円みたいなお金は作るんですね。ただしコレギンの名を世に知らしめたのは、住友金属鉱山株、住友金属鉱山株ですよ。投資の失敗もしていたコレギン、まあもう株はやらないというふうに妻にも言ってたんですね。何億円かのお金があって、それを基金を作って、慈善事業もやったりしてたんですけど、まあ自分のためにもいくらかはいると。そしてこれ以上株で相場張り続けると
また失敗するかもしれない、もう株はやらないと妻に宣言していたんですね。けれど住友金属鉱山株、猛然と買い始めました。コレギンは妻に言ったそうですよ。一生株はやらんと言うておったが、もう一度だけ頼むからやらせてくれ。すると妻は、株はあんたの生きがいやからな。日経新聞に載っていた、鹿児島で金脈が見つかった、鉱山経営の経験あったコレギン、ピンと来て即鹿児島の現地調査。実際に鉱脈、そして実地見聞、この鉱脈はいける、そして住友金属鉱山株を買い始め、これが当たりましたね。200億円稼いだ、この住友金属鉱山株で。この時、長者番付の1位に、これ川銀蔵、世の話題もさらいました。あのおじいさんが、もうこの時おじいさんになってたんですけども、やるぞと。相場についての鉄則3つ、水面下にある有料なものを選んでじっと待つ、もう1つ、経済相場の動きから目を離さない、もう1つ、過大な投資はせず自分の手持ち資金の中で行動する。最後の相場師と言われ、指定戦にも参加、行くたびとなく参加したコレギン、大きく儲かった時には慈善団体作ったり、関東大震災で儲かった時には寄付もした。まあ文字通り波乱万丈。けれど食事はいつも質素で、肉なんかほとんど食べなかったようです。ご飯とお味噌汁とちょっと焼き魚みたいな、あれはお野菜、季節の、うん、それで通したようです。90歳以上生きました。まあ食生活が良かったんですね。株式投資、ここまで大きく張る相場師、コレギン以降もう現れず、さっき言ったように最後の相場師と呼ばれたりもします。今ではもう個人で儲けても2億とか1億とか、まあそこら辺のレベル、それで本も書けますね。けれど桁が全然違ってた。しかも当時200億円っていうと、これが1980年代なんですね。そのさっきの住友金属鉱山株、今のお金でもう2倍ぐらいにはなるんじゃないでしょうか。夢ラジオ第1180回、今回はこれ川銀蔵、最後の相場師、今も語り継がれていますね、を取り上げました。窓の外、明かりはありますが、徐々に暗くなりつつあります。